はい、どうもです。2020年9月の1日、今日から9月です。台風情報。台風9号メイサーク、奄美大島、沖縄から北上して朝鮮半島に入る模様です。2日21時ごろに朝鮮半島、3日には中国大陸へ抜けるような模様ですね。で、8月30日の中国。大洪水です。すごい濁流ですね、これ。四川、8月30日の模様のようです。住民はなすすべがありません。濁流のように水が流れています。ただただ見てるだけです。これは今の中国四川の様子です。悲惨です。車が流されています。多くの住民が家を失って、食べるものも、山が崩れています。住民はただ見てるだけです。悲惨です。なさすべがありません。8月30日、中国の模様です。崖崩れ。川は濁流となって流れています。すごいですね。これが今の現在の中国です。大洪水、山が崩れ、多くの住民が家を失っている。これが今の中国です。住民はなすすべがありません。悲惨です。こんな状態でありながら世界征服を目論む中国。バイクが転倒しています。女性が流されかかっています。相当な濁流なんでしょう。なすすべがありません。
中国政府は何らかの対策を考えているのでしょうか。すごい強風で木も倒れています。悲惨です。独裁国家中国、住民の命軽んじていないでしょうか。悲惨です。悲惨です。